してません。40度で20時間発酵させないと粘り感にならないんです。食べてみてどんな味だか。食べてみてどうぞ。あのお豆の甘さが美味しいですよ。これをこの中発酵室に20時間入れておくんです。だから今から20時間ですから、明日ラッサンさんないとなんとなくで、発酵温度40度ですから、でこれね、冷ましちゃうとダメなんで、締めとくんです。あまり火がつけてません。暑いんです中。食べてみて。甘い、小さい粒でしょ。で、納豆菌が入ってるんです。で、これをどん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 増やすのに20時間。おいしい。おいしいでしょ。納豆好き。あれ、醤油入れてるのとこれ入れてないのとの違いの、うん、塩、目的地が違うんで、これほどのパッチで、スーパーでこれは意外しないのはドライビーなので全部開けて、お隣に戻るんで、あー、なるほど、必要ないっていうのが忘れてない。ここにあるでしょ、そのね、容器に入れるっていう段階です今。3日間です。昨日のうちに洗ってお水につけておいて、そしてふかして容器に入れて、袋に入れるというのが今日で出来上がるのが明日。